ナマンダブツ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 今日は2024年6月15日です土曜日ですね今日は土曜日ということで朝から出かけてで夕方からに帰ってきてまた夕方からご元のお参りということでございますそんなわけですからちょっとそんなに長くお話はできないんですが今日は どういったことかと言いますと広瀬誠一さんの「渋柿の味」という随筆集を拝読をしております広瀬誠一さんは、えー、こういった形でこれは、えー、聖徳太子像ですねそれ、えーはい、から、えー、こういった形でこれ、えー、阿弥陀三尊像 釈迦無二像そして誕生物というこういったものはですねこれはインドのネイル首相に当時のネイル首相に当ててお送りをなさった方です。で、えー、こうやってね親南少人像をたくさんのところに堅納された方でもあり世界中の多くの場所に、えーえー、お仏像そして親南少人像を 基金さあなさなった方でありますで、えー、ただの金持ちの手錆ということではなくて、えーえー、深いこう、ね、宗教的なものを持ってらっしゃる、えー、立派な方やなと思ってこれ拝読をさしてもらって、えーこうね、感銘を受けたところがたくさんございますんで。 でそれでこの方の随筆集を読ませていただこうかなと思っておりますただまあ著作権等の問題もありまして、えー、ご家族の方々にご連絡取りたいと思っておりますが取れませんので広瀬さんのご遺族ご家族の方をお知り合いの方があったらどうか教えていただきたいと思います、えー、それでは 今日は5番目の「人生航路」っていうところから読ましていただきます。人間の毎日の明け暮れを静かに考えてみると、人生号という車に祭司や重い荷物を乗せて朝水垂らして縁や坂ほいと坂道を登っていくようなものである。たまたま道端に好ましいものがあれば、 荷物になるのも構わず欲張って積んではまた登っていく何のために登っていくのやら登ったらどんなところへ着くのやら少しもわからずただ無理無体に登っていくのである全く哀れな姿であるそうは言うもののこの坂道なかなか 面白い味もああるるのでさてそうは言うもののこの坂道あごめんなさいさてそうは言うもののこの坂道なかなか面白い味もあるのである空勝った空負けたやれ儲けたやれ損したと苦悩のキュウリ苦悩のふるさと今ここに住んでいる苦悩の えー、このシャバの世界ですね苦悩のキュウリは捨て方死であるところで、えー、航路の旅人が坂の途中で一息入れていると坂の下から私は皆々様の真面目な香木になりたいと思います何卒よろしくお願いいたしますという 選挙運動の必死の叫び声が聞こえてくる旅人は話にならんなと吐き出すように言って振り向きもしないで登り続けるすると大きな蔵構えの店の前に奉仕品奉仕品とデカデカと書いてある旅人は奉仕奉して蔵が立つかと独り言を言いながら また登っていくのである。ふと行く手を見ると赤いきれいな花が咲いていて、甘い蜜がポタリポタリと滴っているではないか。しかも多くの旅人たちはすでにこれを見つけて、群がり集まって、お互いに高徳の陰,陰番店を脱ぎ捨てて、えー 「公徳の公の徳の」の、えー、印をがついた斑点を脱ぎ捨てて押しのけ突き、えー、のけ、えー、この蜜を貪さぼ、ねえー、るように吸っている。とね大義名分みたいなものはさっさと捨ててしもうてねそして押しのけ押しのけて蜜を貪さぼるように吸っている。 この旅人も美しい花、かぐわしい蜜の誘惑にはこうすることができず、人生号という車もおっぽり出して駆けつけて甘い蜜に飛びついていたのであった。その時すさまじい風がザーっと吹いてきた嵐の襲来だ。見えざる影の声があ夕闇の。 彼方か,から聞こえてきた旅人よ、そこには嵐の難あり、一刻も早く我が,も我が元に来たれ。さて、赤い花と甘い蜜とは何か、嵐と影の声とは何か、あそしてこの旅人とは誰のことかと。えー これ,だこれどうしてかわからないんですけど日付がついていまして昭和36年6月ということですね。えそういったことであります。ちょっとここだけ昭和36年7年6月って書いてあるのがちょっとよくわかりませんがは、えー、まあ私は昭和37年のちょうどこれぐらいの時に生まれていますんで。 なんかあと思ってて今見ておりますで続きまして6番「面白い世の中」えー、まあ書いてある通りに言いますが「小事記が小時期が河原でそよ風に吹かれながら丸裸になって俺は幸,幸せだ」という金持ちが金蔵で金に渦金,、えー、金に、えー、渦金に渦巻て 金がなくなりはせぬかと神経衰弱になる。カタカナの「僕の字も「一」の引きどころ。下は上なり上は下なり。「ね、く、えー」いう字。まあまあ僕で前だ。「こう」や。えーね「ぼく」いう字はこうやけどね。「僕く」いう字は横棒が下がっていますけど、えー、縦棒があって直角に。 えー、棒があってで、えー、下は上なり下に位置を引いたら上になりますしで下上に、えー、この「僕の字の下に、えー、こう上に棒が引いたら漢字の下になります、えー、無一物の無一物の何も持ってない方が えー、その持ってないのに幸せだなと言っておっしゃりで、えー、お金持ってはる人がこれなくなったらどないしをう言うて言うてはるのと、えー、これま,たまさにこれそういうことですね「えー、こう僕という字のどっちに一本線を引くかで上になる下になるそして下に,、えー、下に横棒を引いたら上になるし上に引いたら下になりますから。 あなるほどこういう言い方をされるもんなんだなと思います。で、えー、商品が値上がりして景気が良くなったと喜んでいるといつの間にやら値下がりして、えー、不景気風が吹いているところが妙なもので好景気さんが不景気さんと交代するためちゃんと隣、えー、座敷に待っている。 上がることは下がること、下がることは上がること、好景気に賢く、不景気に強くえ、こんなことが企業のコツとでも言うものか、いや、飛んだところで泥臭いことを言って失礼。人間が浮かぼうと思っていると、この歯が水を含んで沈むように沈んでしまう。 これに反して岩石のように落ち着いて、えー、水の底で沈まば沈めと悠然と構えていると水の方から引いて頭角を表す石が浮いて木の葉が沈む洒落れて弁証法書生哲学とでもいうところか 凡人は外は剣にして内は愚なり、ね。凡人というのは外面は賢くように見えて内面は愚かであると。商人は聖人です。聖人です。商人は下は外は愚にして愚かであって外面は愚かであってで内は剣なり内面は賢いと。 賢く見てもらおうと焦ると馬鹿にされる。愚か者は私ですと落ち着いているとあがめ,められる。賢いというも愚,愚かというも天才というも苦労、まあ、まあ言うたら狂人というも神一重かと。ね、あくまでも昭和39年に出てる本やから。 えーまあ、今は使われるような言葉もたくさん出ていますのでこれ聞きかはる時にも注意してくださいね。で「えー、怒りほど厄介なものはないせっかくう怒ったせっかく怒ったのに先方が受け取ってくれれば気も済むというもの受けて立ってくれないと全部跳ね返って自分持ちになる」。 全部跳ね返って怒りというのは自分に結局帰ってきてしまう、えー、この跳ね返りの怒りが自分の魂をすり減らすのである夢夢怒るべからず夢夢怒るべからずこんなバカ問答をしているときりがない所詮は涼しさは心一つの置きどころ 世の中は苦労も多いがまた面白いものであると。もうかもしれないね。やっぱり、うんまあ、この怒りが結局また自分に返ってくるってね、これやっぱり現代もよく言われていることですから、でそれ結局、現代もよく言われているのは結局、お釈迦さんの,あの孤児に、お釈迦さんのお姿がやっぱり常に私たちを照らしてくださっているということで、昭和30年。 7年ぐらいの話38年ぐらいの話も今の令和の時も全く同じことが語られているわけですね、えー。もう一つ読んで終わりにしようかなと思います。えー「七東大元倉市」えー「一社の灯台とも言うべき社,社長の訓示が始まった一つの 会社のですね灯台ですわ灯台って今ないと思いますけどねライトハウスこ,うここに灯台があったらあそこに灯台があるな言って船の、えー、船がそこにその灯台があることによって自分の位置を知ることができる光ですよね、えー、これ説明せんのもいいんかなでも今 GPS ばっかりやからあんまり灯台も使われてないかなと思いますんで一応は申しました。 一社の灯台とも言うべき社長の訓示が始まった諸君我が社の流星は一にかかって諸君の努力に追うところを大なるものがある諸君なくして我が社の存在はない私は立派な人材を養成し同感、えー、教区 同じくえ、ね、良いところは喜び、えー、そして共に苦しんでいく、えー、同感教訓持って社運の進展を図りたい所存である社員諸行各自の席に戻りうちの社長は口ではうまいことを言うねうまくいって人を使うが実行がね実行がない 内部でこんなことを言って批判的であるとは知らず大見得を切っている社長も東大元暮らしであるしかし会社経営もうまくいけばいく,うまく,いけばいくで問題もありうまくいかなければなお困る外部では激しい競争があり内部では一い、えー 一方立てば一方立たずそう簡単なものではないのであるさて会社カンパニーとは友達コンパニオンに通じて一緒にこれはコンですね、えー、パン、えー、これは、えー、ブレッドということですね、えー、共にパンを食べるということで、えー、カンパニーもコンパニオンも えー、これ共同生活をする親しい友達同士ということだと言われるこの社長さん一つ段、えー、を下りて社長さんが一つ段を降りて社員所見とあぐらを書いてすき焼きでもつっつき合って胸筋を開いて語ったらいかがかと。 そうは言うものの実際この問題は立場立場で簡単に片付くものではないが東大元暮らしの訓示よりよほど効果があると思う私が少年の頃物の本にこんなことが書いてあった「山腹の日に旅人が汗を流して野原を歩いていった」「大樹が枝を,枝を張ってっ で涼しい木陰を作っているのを見て喜んでその木のもとに、えー、一息入れたしばらく休んだ後で無用の大木とはこのことだなと、えー、独り言を言ったすると大木が大声でここのバカ者何時今まさに我が、えー 陰、えーねえー、影をこむる、ねえー、涼しい思いをおさせていただいたのにかえって我をそ知るかとつとつ知観その恩恵に感じざるう、えー、いつにここに至るかといったひとえにここに至るかということだからうそんなあの恩知らずなことを言うて その「どうするやん」ねえーその「お前は恩知らずの究極の存在やな」と言った「弔問の一心としたいこのように皆が会社という大樹のもとで生活をしているのである少しは大樹を大切にして育てたいものであるさもないと折れて、えー、元も子もなくなると。えー こんなふうに双方の立場を考えてみると、両方に無理からぬ言い分はあろうが、お互いに批判ばかりしていないで、一方では会社経営もなかなか骨の折れる仕事だと理解し、また片方では物価も上がり、生活も楽ではないというところまで考えて、 五条のお互い譲り合うの精神で話し合えば訓示も無用また赤旗も使わずに済むというものではなかろうか何はともあれまず各自の証拠却下が関与、えー、自分の足元を照らし顧み、えー、るということが大切であるということですね。 弔問、えーね、の一心いうのはねこの,この辺にあの針を打つ打たれるということで痛いとこをつかれるというような意味であるようですねで、えー、まあここで終わ,り終わろうと思うんですけどねまあそうかなと思いますね、えー、これ会社があるから自分があるということですねだから組織があり社会があるから自分があると言って言い換えてもいいだろうし 今、西本願寺やったら、えー、新しい領下門の問題やら付加金の問題やらいろんなことやっぱり揺れたくってるわけですけれども、うん、まあ、それもそうなんかなと思いますね。えー、そうやけどね、これ、えー、カナダに長いこと行ってはったね、今、こっちに帰ってきて滋賀県であの過ごしてはるお年寄りがいはるんですけどね。 でその人と喋りにインタビューに行ってお話聞かせてもらっていましたね。でそしたらその人が言うてはったのはねトロントに行ってカナダのトロントに行ってで、えー、日系人の人がジュークボックスで皆さん分からんと思いますけどねちょっとジュークボックスで言うあの知らんしたウィキペディアで探してみてください。ジュークボックスの会社をあの作らはって、まあ、あの収益上げてはったらしいんです。 ところがですね、まあ、ちょっとやっぱその当時は共産党の影響が非常に強かって、別に共産党が全部悪いわけではないんですけども、ちょっとね、労働運動が盛んになりすぎましてですね、で労働組合が力を持ちすぎてしもてで、それが故に会社が潰れてしまったんです、日系人の人が収益力の高い企業を作ってはったんですけど。 えー、労働運動が盛んになりすぎて会社潰れてもたんですでその人もまあだから、まあ、その今日本に帰ってはる人もそれが故えに仕事を失ってしもたらえらいもんやわって言うね、えー、そんなことでねで、えー、その人がどんなことを言われるかあの労働組合も是非とも必要なもんなんやけどで労働者の意見考え方、えー、そして 労働者の雇用福利厚生そういったことをやっぱ会社と団体で交渉していくそういう組織というのは是非とも必要なもんなんやけどそれをですねあまりなんか闘争本能を丸出しにしてしまったら会社そのものが潰れてしまってでそのためにみんなが職を失ってひどい目に遭うてそういったことを、えー、自分の体験を交えておっしゃっていた時があって。 やっぱりこれ、えー、最後の話なんかまさにその実例であったかなと思いますね。えー、今やっぱだから先ほど言ったようなことで、えー、新しい両元もの問題たら今付加金のことがまたいろいろ問題になっていくかなと思いますけども、えー、西本願寺も揺れたくっていきますしで、えー、御門戸が減ったりまあそのすねが面倒なんだ、えー、そんなさまざまな問題が起こってくるわけやけど。 やっぱりねえー、そこでやっぱりあのお互いがお互いをやっぱり、えー、良い方向に向けていくというところでやっぱりもの、えー、を考えていかんなんなあということを、えー、思います、えー。カナダに行った時ねこれもカナダに行った時亡くなった元海峡総長の生田教授先生この人は会社の経営者でもあったんですが。 たくさんベトナムから体に来はった人たちが働いておうになったでその人たちに必ず一つの訓示みたいなことをおっしゃっててこのベトナムの人基本仏教徒で大乗仏教徒ですからあなた方も仏教徒やしわしも仏教徒やけど生田教場先生も仏教徒やけどお互い仏教では仏教徒やからよく分かってると思うけど会社を皆さんが一生懸命働いていくことでもって会社が、まあ儲かっていくと。 会社が儲かっていくということによってそれによってあなた方の雇用状況も良くなっていくだからあなた方がよく働いてくれることによって会社が栄,社が栄えることによってあなた方も栄えていくんやからそんなわけやからこの仏教の教えに基づいて一緒に働いてほしいということをよくおっしゃっていたそうなんですねこの人どうしてもやっぱり社長さんですから社長さんの目でもって物事をおっしゃることになりますんで。 やっぱりだけどそうやって社会の中で財経仏教としてこの浄土真宗があるわけですからえねっ信頼人がどう言ってはったかっていうようなことばかりやっぱり問うていってもいかんのやな社会の中で私たちが仏教徒としてどう生きていくかということをやっぱりねこういった方々は知らせてくださっているのかなと思います今日はこれで終わります。